私のおすすめのぬか漬けを持ってきました。お誕生日おめでとう。アイ、誕生日おめでとう。一緒にいると不思議と落ち着くのよね。今日は愛の誕生日です。どことなくホッとする優しさを持っている愛が好きなんですよ。愛、誕生日おめでとう。言葉を交わすたびにあなたの優しさに触れている気がするのよ。愛ちゃん、お誕生日おめでとう。一緒に新しい景色を探しに行こうね。今日は愛ちゃんのお誕生日、絶対喜んでもらいたいから美味しいケーキを用意するね。愛さん、お誕生日おめでとう。愛さんと話してるとほっこりあったかい気持ちになるんだにゃ。愛ちゃん、ハッピーバースデー。話すたびに愛ちゃんらしさが伝わってきて嬉しいな。お誕生日おめでとう。愛と一緒に練習する時間って不思議と癒されるの。ハッピーバースデー愛。あなたの名前ってとても素敵。ラブは世界を救うんだもの。我が名はヨハネ。ちょっと愛、なんでいきなり爆笑するのよ。うるさい、キャラ言うな。愛さんの言動には戸惑う部分もありますが、あの明るさは周りの人々の光になるのでしょうね。愛ちゃんと話すとかなりの頻度でダジャレを挟んでくるから、どんな反応すればいいのか困るわ。愛ちゃん、お誕生日おめでとう。ねえねえ、東京って今何が流行ってるの？いろいろ教えてよ。愛ちゃんの世界が大きく広がっていくように、まずは広大な海の世界を体感してみない？愛ちゃんにはぜひともめくるめく職業制服の世界を紹介したいな。絶対ハマるよ。愛さん、誕生日おめでとうつら。なんでいきなり笑うつら。まる、変なこと言ったかな？ポリポリ。このぬか漬けすごく美味しい。愛さんのおばあちゃんすごいね。愛ちゃんおめでとう。愛ちゃんのダジャレ私は評価してる。ハッピーバースデー愛。出会ったばかりの頃、僕愛想悪かったのに、愛はいつでも笑顔で接してくれた。今更だけど、ありがとう。おめでとう、アイ。また今度一緒にショッピング行きましょうね。アイさん、おめでとうございます。いつもお口に美味しいもの入れてくれてすごく嬉しい。アイ先輩、おめでとうございます。これプレゼン。あ、ダメ、まだ開けたら。おめでとうございます。同い年としていつも親身に相談に乗ってくれてありがとう。私も力になれることがあったら言ってくださいね。お誕生日おめでとう、愛ちゃん。今日は私がお誕生日のダジャレを言うよ。ねハッピーバースデー、愛ちゃん。愛ちゃんとおばあちゃんにワッフルを焼いてきたよ。この間のぬか漬けのお礼。愛さん、お誕生日おめでとうございます。愛さんにはいつも励まされていて、私もそういう人になりたいです。愛さん、お誕生日おめでとうございます。社会勉強のため今度遊びに連れて行ってはくれませんか？私の誕生日覚えてたんだ。なんだかお祝いされると照れちゃうね。でも嬉しい。
愛が心の奥に持ってる貪欲さ、もっと出しなさい。